君は。ごきげんよう、お兄さん。2ヶ月ぶりかしら。なあ、人形工房のお久しぶり。確かレンちゃんだったか。もうレディーの名前をわざわざ確認するものじゃないわ。当然のように覚えていて、再会の挨拶をするのが紳士でしょ。ごめん、こんなところでどうしたんだい。一人でいるみたいだけど、もしかして迷子になったとか。別にレンは迷子じゃないわ。そこのアンティーク屋さんにはたまに一人で遊びに来ているの。そうなのか。でもこの辺り子供が一人でうろつくのは。別に危ないこと。呼び込みのお兄さんもお水のお兄さんも優しいし、路地の奥の黒メガネさんたちも結構楽しい人たちだもの。そうなのか。それと今日はお祭りを見物しに来てるの。パレードがあったけど、お兄さんも見物したのかしら。いや、仕事を片付けているうちに見逃し。しかし困ったな。一人にするのもなんだし、用事がなければ人形工房まで送っていくところなんだけど。あ、ところでお兄さん、一人で何をして。また誰かとかくれんぼをしてるのかしら。いや、実は迷子を探していてさ、今日のパレードではぐれちゃったらしいんだけど、まだ見つかっていないんだ。写真か何か持っている？レンが知ってるかもしれないわ。そうだな、一応見てもらえるかな。どうした？ひょっとして見覚えがある子だったか。うん、そうか。でも可愛い男の子ね。お兄さんはこの子を探しているのかしら。ああ、仲間と手分けしてね。早く探してご両親の元に返して。だったらレンもこの子を探すのを手伝ってあげるわ。え、前に言ったでしょ、レンはかくれんぼが得意だって。この子がどこにいるか多分突き止められると思うわ。いや、でもこの子を一人にするのもなんだし、とりあえず一緒にいてもらうか。いざとなったら支援課で待っててもらってもいいし。わかった、それじゃあよろしく頼み。しばらくお兄さんと一緒についてきてくれるか。いいわ、よろしくね、ロイドお兄さん。なあ、もしもし。お疲れ様、エリーです。妖精区の捜索が終わったわ。コリン君は見つからなかったけど、似た子を見たという人がいて、親御さんがいない状態でパレードの最後尾のあたりを追いかけていたみたいね。そうか、それ引き続き公安区の捜索を頼む。聞いてたのか、どんな車両だったんだい。ミッシーっていうマスコットキャラが乗った車両よ。
かなか楽しいデザインだったわ。なるほど。いかにも子供となると出店は外して子供や受付の人を中心に聞いた。さすがに人が多いな。でもここは一応レンも賛成よ。まあ受付のお姉さんたちと、なあ俺もそう思ったけど、レンちゃん頭いいんだな。ちょっと自信はあるわね。Thank you.
ロイドです。そうか。ただ町の南口から出たり駅に入ったりはしていない。先ほどそちらを回った時にサイトが言っています。そうか、分かった。その調子で町の外に出てないか他の出口も確か。町を反時計回りに回りつつ次は東口方面に行ってみます。なあ、いや、どちらかというと押しかけられた方なんだけど。って、レンちゃん、なんでそこまで知ってるんだ？ジオフロント、魔獣がうろついている場所ね。視聴者の鍵がないと入れないし、除外しても良さそうね。ああ、確かに。で、だからどうしてそんなことまで知ってるんだ。魔獣のこともそうだけど視聴者の鍵が必要なことまで。これでもレン物知りなのよ。クロスベル氏なら一通り回っちゃっているし、もう一つの遊び場でもいろいろなものが覗けるんだもの。もう一つの遊び場？まさか。他の場所を調べましょう。かわいいあの子を優しいパパとママのところに返してあげるため。君は、ああそうだな。今はとにかくコリン君を探すのが先決だ。
もしもし、ランディだ。今旧市街を回っているところだ。例の坊主だが旧市街をうろついていたらしいぞ。なパレードの見物をしている時に旧市街の子供に誘われてしばらく遊んでいたらしい。その後フラッと東通りの方に戻っちまったみてえだが。そうか。しかし好奇心旺盛というか物を。まったくだ。ティオです。横から失礼します。なんだこの端末、複数で会話できるのかよ。一応そういう仕様です。町の東口ですが、あの子の匂いはしませんでした。今港湾区を通って北口に向かっているところです。よろしく頼むよ。俺の方はもう一度東通りを回ってみるか。なあ、その辺りを通ったのは確認のため回ってみ。お、任せとけ。あの子なかなか鬼ごっこが上手ね。行政区から歓楽街、裏通り、中央広場、東通りとパレードを追いかけて急に旧市街へ移動。その後東通りに戻って港湾区あたりに。本当に鋭いな。俺の予想も全く同じだよ。一応仲間が捜索しているからそっち方面は任せるとして、念のため西通りを確かめるけど構わないかな。いいんじゃないかしら。選択肢を潰すのも有意義だものね。Thank you.
ロイドです。エリーです。気になることがあったので報告するわね。今ちょうどティウちゃんと一緒にいるんだけど。どうもロイドさん。なあ、合流したのか。それでどうしたんだ。コリン君だけど、桟橋のところで水上バスを眺めていたらしいわ。その後どこに行ったのかわからなかったんだけど。そこでツァイトに頼んで匂いを探ってもらったんです。そしたら桟橋から階段を登ったところで匂いが途切れたそうです。匂いが途切れた。ええ、港湾区の南東の端だけど。これってどういうことなのかしら。もしかして匂いが外に漏れない場所、何らかの車両に乗り込んだ可能性があるかもしれないな。なるほど、それなら納得ですね。ええ、レイもどう意見よ。そうなるとどこの車両に乗り込んだかが問題になるわね。ところで誰か他にそこにいるの。どこかで聞いたような女の子の声がします。いや、いろいろあってさ。とにかく一旦集まって状況を整理した方が。ねえお兄さん、支援課の端末貸してもらうわね。え、ちょっと待った。エリー、ティオ、ランニーにも連絡して一旦支援課に戻ってくる。その時に一通り説明するから。ええ、分かったわ。よく分かりませんが、了解です。なっ、ひょっとして動力ネットワークから車両の情報を探しているのか。えい、そうよ。今から1時間以内に港湾区の南東に停車していた可能性のある車両について。クロスベルの全ネット端末にアクセスをかけて検索。 IBC のメイン端末とそばかす君のデータベースを利用させてもらおうかしら。君は一体何者なんだ。有名な人形師のお孫さんってだけじゃないみたいだな。おじいさんは例の協力者というだけよ。バテルマテルを直してくれる全の味方の一人。博士はちょっと信用できないから内緒で頼らせてもらっているの。それにパパとママって。
わからなくてもいいわ。このクロスベルにおいてレンはただの観察者に過ぎない。キティという名前のね。やっぱりか。昨日の追いかけっこスリルがあってドキドキしちゃった。ボバカス君も結構やるけど、あのお姉さんも相当みたいね。ちょっと面白い裏技を使われた気もするけど。そこまでわかるのか。ただいまロイド、言われた通り戻ってきたけど。あら、その子は確か人形工房の孫娘だったか。ああ、ちょっと事情があってさ。見つけた。ライオス運送会社の運搬車が30分前に駐車しているみたい。次の運搬先はベルガード門。運搬車の通信番号はこれでいいみたいね。あの、どうなってるの？さっきから何やってんのか完璧についていけねえんだが。なるほど、あなたがキティなんですね。え？おいおい、マジでどうなってお姉さんも昨日は遊んでくれてありがとう。でも意味はそれは後回しにした方がいいんじゃないかしら。まあ確かに。よし、早速連絡してみよう。もしもし、どちら様？クロスベル警察。よかった、ギルドが警察あたりに連絡しようと思ってたんだ。でも俺、どっちの番号も知らなくて、それで親父に連絡して。落ち着いてください。慌てているみたいですけど、一体何があったんですか？それが…忍び込んだらしくて、このままベルガード門に行くのもあれだし、会社に相談しようとしたんだけど、そしたら通信してる間にその子どっかに行っちゃってさ。ああ、ちょっとまずいことになった。そんな、まずいな、そいつは。ああ、
すぐに街道に出よう。大至急そちらに向かいます。あなたは下手に動かないで、その場で待機してて、その子が戻ってくるかもしれません。よろしく頼む。とにかく急いでくれ。急いで西口に出よう。それとレンちゃん、君は時間が欲しい。ロイド、連れて行こうぜ。ああ、レンちゃん。君がただの女の子じゃないことは分かったけど、無茶はしないこと。それだけは守ってくれ。分かったわ。それと、レンのことは呼び捨てにしてちょうだい。なんだか、ちょっとくすぐったくなってきたわ。了解だ。よし、それじゃあすぐにでも西口に向かおう。西クロスベル街道に出てコリン君を探すんだ。え、了解です。念のため周辺を探ってくれるか。了解です。アクセス。どうやら町の近辺にはいないようです。60セルジュほど先に運搬車の反応はありましたけど。ってことはまずは運搬車のところまで行った方が良さそうだな。もちろんだ。とにかく急ぎましょう。